はい、こちらのエクササイズは、右の股関節に溜めた力を上半身に伝えるための、下半身と上半身の連動のエクササイズになります。よく上半身のトレーニングと勘違いされがちですが、これは、メインは足の筋肉を使って行います。このエクササイズをより効果的に行うためのポイントは3点です。1つ目、左肩を右股関節に引きつけるようにして体を右側にひねります。そしてお尻の右側に力をためていきます。アニメドラゴンボールのカメハメハのようなイメージです。2つ目、お尻の筋肉を意識しながら右足で地面を蹴るようにして、その力を利用して右手をできるだけ遠く伸ばしていきます。3つ目、実際のゴルフでも手打ちというのがありますが、このエクササイズでも腕だけでチューブを引っ張らないように、手はなるべく体の近くを通るように意識してください。こちらのエクササイズを実際に渋野選手が行っている動画がこちらになります。まず左から12月、2月、4月の順番で同じトレーニングをしています。一番左のものに関しては、腕の力に頼ってしまっていて、うまく足と上半身が連動していません。それが真ん中の動画では、下から上への連動がかなり強くなってきています。最後に一番右の段階では、靴を履いていないにもかかわらず、さらにチューブの強さも強くなっているにもかかわらず、より速く効率的な動きができるようになっています。